はい、どうもこんにちは、ガリパイです。さあ、サブノーティカね、やっていくんですけどもね、今ですね、現在、第4拠点深度がね、1444m というね、地底の火山地帯に作ったね、第4拠点でいるんですけども、今回はね、その第4拠点のね、ルームツアーやっていきたいと思います。さあ、というわけでね、一応ね、ここが正面のね、メインエントランスなんですけどもね、この中入って、最初の部屋、この部屋ですね、この部屋にはですね、ファブリケーター、それからね、ここにですね、医療キットがね、こう大量に作れる場所があって、この医療キットをですね、大量に保管すると。まあね、なぜね、この医療キットをたくさん作ってるかっていうとね、ちょっと外敵が多すぎてね、敵のね、攻撃を食らうことが多いので、まあ、これをね、どうですかね、だいたい、まあ、3から4ぐらい持って出かけないとちょっと心配ということでね、ここにたくさん作っています。で、あとはね、まあ、ずらーっとこのいろんな資源をね、種類ごとに集めて、こんなように収納しています。で、ここに入りきらなかった分は、こっち側ですね、ここにもね、たくさん、ストックしてあります。まあこんな感じですね。はい。じゃあお次はですね、こっちですね。はい、こちらはね、ろ過器で水とね、塩を作っています。あとね、ここで、食料ですね。はい、こんな部屋があります。さあ、1階はですね、他にはこちらですね。ここね、結局ね、原子炉を作りました。で、バッテリーステーションですね。バッテリー、パワーセルの充電。こういう感じですね。はい。で、隣がね、ムーンプールになっているということですね。さらに、こっちの部屋行ってみましょうかね。はい。ここはですね、一応ここからもね、外に出ることができるんですけどもね。一回ちょっと一旦出ましょうか。こんな感じになってます。はい、なんかすごいことになってますよね。後でね、ちょっとまあこの部分は紹介しますけどもね。全体的にはこういう感じです。部屋の数はね、そんなたくさんはありません。よいしょ。じゃあですね、ちょっともう一回真ん中の部屋に戻って、はい、ここですね、これ2階行ってみましょう。はい、2階はね、何も置いてないんですけどもね。で、こっからですね、3階に上がると、ここね、一面ガラス張りになってて、こちらですね、水槽をね、今回作ってみました。初めてですね、水槽作ったのは。うん。で、この中に、なんかね、拾ってきたね、適当な卵を、置いてみたらね、こんな感じになりました。はい。茶色いっぽいのは、茶色いっぽい魚は、すぐその辺で捕まえてね、中に入れたもんなんですけどもね。はい、こういう風にね、魚を飼うことができるんですね。まあ、この魚はね、もちろん食料にもなるので、まあ、これはこれでいいかなと。はい、こんな感じですね。これ2階部分もね、繋がってるんですね。で、今ね、階段で登り降りしたんですけども、これ水槽の中入ってね、水槽から出てっていう風で、こういうね、エレベーターみたいな使い方も、まあ、できるんじゃないかなと。あとね、植物もね、植えることができますね。はい、こういう風ですね。まあ、ロケーションがね、とにかくすごい。火山の真っただ中にね、水槽ということで、あ、なんかいますね。はい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 。じゃあ、下へ降りて、もう一回戻りますかと。でですね、じゃあ、いよいよこっちが行きますかね。こっちはね、まだちょっと、途中作りで、まあ、こんだけしかありません。これ上上がってね、ここが、スキャンルームですね。スキャナーですね。はい。で、この部分ですね。はい。こっち行きましょうか。はい。こんな感じでね、ガラスのね、通路にしてあります。で、全部ね、ガラスの通路だけだと、生地全、このね、拠点全体の耐久が落ちちゃうので、まあ、ところどころね、こういう風に補強が入ってます。さあ、これね、どうですかね、これ絶景ですよね。ここにね、火柱があって、はい、こんな感じで、なかなかすごい場所だと思います。
こっちね見るとこういう感じですね。はい。でですね、これ分かりますかね、今前方にね明らかに異星人のね施設がもう見えてますね、うっすらね。はい、もうもちろんね、今後ねあそこのね、探索は絶対行かなきゃいけない場所なのでね、行きたいと思いますけどもね。はい、またそれも楽しみにしておいてくださいという感じでね。はい、まあとにかくすごいロケーションですよ。でですね、まあここで問題というかね、問題じゃないんですけど、まあ逆にここね、前回までねこのエリアですね、シードラゴンリバイアさんがねウェーウェーって言いましたよね。前回の動画でも若干ちょっとファイトシーンがあったと思うんですけどもね、この辺りで。で基地へのダメージはね特にはなくってっていう話だったんですけど、なんかねあの後なんですけど、このエリアからねシードラゴンリバイアさんが消えちゃったんですよね。わかんないです、たまたまかもしんないです、バグなのか何なのかよくわかんないですけどね。なのでえらい静かになっちゃったんですよね。このね、この今ガラスの通路部分ですね、ここ建築してる時にはいたんです。はい、確かに。でねその時の挙動はシードラゴンリバイアさんがですねこの通路ですね思いっきりね、壁抜けしてました。つまり、全くねここに物がないっていう風なね感覚で動いてたんですね。なのでまあ基地が破壊されることはまあおそらくないんじゃないかなと、その動きを見てもね、そんな判断をしたんですけども、ああいないんですよね今ね、ずいぶん静かになっちゃいました。はい、まあいいのか悪いのかね、まあいいんでしょうけどね。でねここなんです、ここをねちょっと降りますよ。はい、ここですね、ちょっとしたなんかね隠し部屋みたいな感じでこんな風にねベッドを置いてみました。すごい場所にベッドがありますよね。でこれね実際ね寝ることできません。はい、スペースがね多分天井がね低くてっていうことだと思うんですけど、まあ実際に寝ることはできませんが、まあ、一応ね飾りとしてこんな部屋を作ってみました。あの部分ですね、はい、はめちゃくちゃ暑いでしょうねきっとね。こんな感じです。でまあこういうね補強の板を入れて、耐久値を上げてるんですけどもね、他にもねこういう、なんか今日挙動がおかしいな、これ本当はもっとねギーって動かすんですけどスパスパ動きますね。うん、なんかバグってますね。このね開け閉めの、あのアクションがもっとちゃんとしっかり出てるはずなんですけどね。うん、なんかバグり散らかしてますね。はい、というわけでね、簡単ではありますがね第4拠点のルームツアーということでした。まあとにかくこの場所がねすごいとこにあるなということでね、今前方に見えている向こうのね異星人の施設、はい、またね近いうちにあそこのね探索をしたいということと、あとですねこのねもう一つ上の世界 1200m 付近のねところにもどうもね、異星人のなんか施設らしいものをね、ちらっと見つけました。まあ以前ね垂直落下バグの時にね立ち寄ったね場所なんですけども、あの探索もねしなきゃいけないということで、まあこの拠点をねここを中心にねここから、探索の方へ出かけたいと思います。あとねなぜか、ここにねシードラゴンリバイアさんが消えてしまったんですけども、上の世界にはねきっとまだいると思うので、そのシードラゴンリバイアさんの討伐もね、近々やりたいと思います。というわけでね今回はここまでとなります。またね次回の動画でお会いしましょう。